選択した部分だけをこういう風に変えることができるので、これはね、普通に神機能だと思いますね。画期的。あと、表情を変えたりっていうのもできますね。修正したいところを選択して、あとはプロンプトを書いてやるだけ。これは紙アップデートですね。冷静に考えて、やばない。はい。ということで、今日の動画なんですけども、今日はチャット GPT の話をしていこうかなと思います。意外に他の AI 取り上げていて、チャット GPT 取り上げることって、ちょっと少なかったりするんですけど、今日は久々にチャット GPT の話題ですね。で、何かっていうとですね、チャット GPT で画像生成ができるんですけども、まあそのね、DALL-E 3を使って画像生成できるんですけど、そこで画像編集ができるようになったということで、リリースが出ていたので、それを実際に使いながら解説をしていこうかなと思います。僕もね、まだそんなに使っていないので、まあ実際にこう触りながらね、いろんなことをお伝えできたらなと思うので、ぜひ参考にしてください。はい。ということで、おなじみのチャット GPT の画面ですね。とりあえず画像生成してもらいましょうか。じゃあ、公園で遊ぶ可愛い犬を描いてくださいって、お願いしましょう。余談ですけど、GPT-4 の回数制限が緩和されましたね。もうこれが紙アップデートですね。今までずっとチャット GPT プラスの場合は3時間ごと40メッセージの制限があったんですけど、使用制限が適用される場合がありますっていう文言に変わって、回数が明言されなくなりました。まあ逆に言えば、それよりも少ない回数で、サーバー混み合ってる時は制限されることがあるということなんですけども。まあ、それはしょうがないでしょう。今回画像を作るんで、チャットには、カスタム GPT の DALL-E を選んでいます。別に DALL-E 選ばなくても、普通のチャットでも今は大丈夫なんですけども、まあ、DALL-E の方がね、確実に画像を生成してくれるということで、DALL-E 選んでいます。さあ、公園で遊ぶ可愛い犬を描いてください、ということでお願いをしました。はい、ただやってくれましたね。まあ、こんな感じのやつと、こんな感じのを作ってくれました。まあ、この2枚目の方が余白がいっぱいあるので、編集しやすいかなと思うので、こいつでやってみましょう。こんな感じで、選択ですね。編集したいところを選択するっていう感じです。まあ、このブラシの大きさもここで選ぶことができるので、まあ、編集したい大きさによってね、変えてください。まあ、でもざっくりでもいいです。この辺にっていうぐらいのもんで、そんな正確に選択する必要はないので。はい、で、範囲選択したら、ボールを書いてください、と。いう感じですね。おー、いいじゃないですか。まあ、こんな感じで、ボールみたいなものを描いてくれると。まあ、ボールっていうかなんかガチャガチャのカプセルみたいな感じだけど。いや、でもすごいよね。元のやつがこれ。で、編集機能を使ってボールを付け足してる。まあ、今までも、その元々の画像をこんな風に変えてくださいっていう指示は出せたんだけど、でもやっぱり、同じ画像にこういう感じでボールを追加するみたいなのはできなくて、やっぱりいろんなところが変わってしまう。まあ画像生成 AI なんでね、同じものが出てくるわけじゃないので、当然っちゃ当然なんですけど、この画像の編集機能を使うとこういう感じで、ここの選択した部分だけをこういう風に変えることができるので、これはね、普通に紙機能だと思いますね。画期的。画像生成 AI であればよくある機能ではあるんですけど、まあそれがチャット GPT でできるようになった。しかも DALL-E 3でね、できるっていうのは、普通に画像生成している人も多いと思うので、チャット GPT と DALL-E 使って、そういう人たちはめちゃくちゃ実用的にもう即使えるんじゃないかなと思います。もうちょいいろいろ追加してみますか。飛行機書いてもらいましょう。飛行機を書いてください。こんな感じでどんどん1枚の編集していくこともできるんでね。おー、これは書いてくれなかったですね。なるほど。まあ絶対に書いてくれるわけではないと。で、16対9で作ってくださいって言ったんですけど、ここにアスペクトヒットが選べるようになってるんで、これで選んでやると簡単ですね。正方形ワイドスクリーン、縦のアスペクト比ということで。まあ、正方形横長、縦長っていうのを簡単に選べるようになってます。まあ、あとこの辺でね、スタイルみたいなのも選べるようになってるんで。新しいものを追加するだけじゃなくて、今あるものを消してもらいましょうか。太陽を消してください。おー。太陽を消してくださいって言ったら飛行機になりましたね。さっきの1個前のやつが太陽消えて、ここで反映しました。なるほど。こういうパターンもあるんだ。まあ改善の余地ありって感じですね。まあでもすごいよね、普通に。あと表情変えたりっていうのもできますね。はい。困ってる顔にしてください。おー。すごい顔になってしまった。まあ、言わんとすることはわかる。目が怖い。
まあ、もう一回やり直してもらいましょう。再生成で。あ、制限に引っかかりました。3分待ってくれってことですね。まあ、バンバン画像生成してると制限に引っかかってしまうので、もうちょっと触ってみましょう。じゃあ、アスペクト選んで、さっき本編でやったの、イラストみたいな感じだったので、もうちょい写真みたいなやつでもね、遊んでみようかなと思います。まあまあまあ、いいでしょう。さっきよりはリアルなものができましたね。じゃあ、同じ感じで選択しまして、今度英語で指示してみましょうかね。ボールを書いてくださいっていう指示ですね。おー、なんかもやっとしたものができた。まあまあまあ、一旦いいでしょう。続いては、この辺を選択して、まあ、寝転んでいる猫を描いてくださいと。なんかこんな当たり前にやってるけど、すごい時代になりましたね。なんか今画像生成できるみたいなのも、もうなんかこの感動を忘れてる気がするけど、改めてすごいよね。すごくないですか？こんなテキスト打ってるだけで、自分の作ってほしいような絵が一発で、何十秒か待つだけで生成されるって、冷静に考えて、やばない。なるほど。こういう系のやつはやっぱりできないんだな。でかい被写体出すみたいなのはできないのか。この被写体変えてみる。これごと。おお、こういう感じだったら変わるんだ。なるほど。おもろいね。まあでもこれはこれですごいよね。同じような背景で、こういう風に変えられるっていうのは。元のやつがこれで、こういう風に変えられると。なるほど。まあ結構できることできないことの線引きみたいなのはありそうなので、この辺は使いながら何かコツが分かったらまた動画で話そうかな。まあでもイメージはこんな感じですね。まあもう一回説明しておくと、ここのところで、この選択するツールが出てくるので、これで消したいもの、修正したいところを選択して、あとはプロンプトを書いてやるだけっていう感じですね。これも今回説明用に日本語でいろいろ書いたんですけど、まあ日本語で書くよりも英語で書いた方が精度は高くなると思うので、実際に、まあ今回もね、あんまりこう、うまくいかない部分とかありましたけど、まあこの辺も英語でね、やってやると日本語よりも精度高くいくかなと思うので、まあ、もしうまくいかないときは英語でお試しください。はい。あとね、これなんやかんやですごいなと思うのが、まあこれ今、パソコンのチャット GPT で、DALL-E 3の画像編集機能みたいなのを使ってみたんですけど、これね、アプリでもできるんですよ。チャット GPT ってスマホのアプリもあって、そっちの方の DALL-E でも、この画像編集機能を使えるので、だから、まあもともとね、DALL-E 自体もスマホアプリでできて、だからスマホでも簡単に画像を作れるっていうのは、なかなかの神機能だったんですけど、画像の編集までスマホでできるので、この辺っていうのはね、やっぱりすごいなと思いますよね。なかなかそのスマホの方でもそういうことができるのって少ないので、まあ画像生成とかもそうなんですけど、基本的にはパソコンでやるのがデフォじゃないですか。まあもちろん無理やりやったらできなくはないかもしれないけど、まあそういう無理やりやる感じになるんですけど、OpenAI のね、このチャット GPT の場合は、スマホアプリでもそういうのができるので、まあぜひ、スマホ使ってる方はね、スマホアプリでも試していただければなと思います。はい、ということで今日はチャット GPT に新しく実装された DALL-E の画像編集機能を使ってみました。まあいろいろとね、便利になっていくので、これからもそういう機能があったらお伝えしていこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。あと無料で参加できる AI の最新情報を学べるコミュニティ AI ラボやってます。メンバー数がもうすぐ6800人を超えるのでね、よかったらこの機会に入ってもらえればなと思います。メンバー同士で AI の最新情報を共有したり、質問を相談したり、交流などができるコミュニティですね。スラックでやっていて、誰でも気軽に参加できるので、興味があれば概要欄のリンクから参加してください。ということで、今日の動画はこれで終わりにしましょう。では、ありがとうございました。ブログ必死にやっていますが、手応え全然感じません。おー、なるほど。これなかなか深い話ですね。このね、手応え感じるかどうかっていうのは僕はめちゃくちゃ大事なことだと思っていて、例えば、ブログをやるっていうと基本的には記事を書いていくだけわけなんですけど、じゃあ記事を10記事、20記事、まあ50記事、100記事って書いていくわけじゃないですか。まあ書いていかないとね、ブログで収益化できないから書いていくんですけど、でもその書いていく中で全然手応えもなくて、じゃあ何にも考えずに思考停止で、
それをどんどん増やしていって、100記事、200記事、300記事って増やしていって、稼げるかって言ったら、やっぱそれはブログで収益化できるようにならないんですよ。まあもちろんできるようになる人もいるかもしれないですけど、やっぱなかなかその収益化っていうのはできるようにならない。なんかどっかのタイミングで、あ、こういうふうにして、このサイクルみたいなのをずっとやっていくとうまくいくんだなっていう手応えみたいなのをつかまなきゃいけないんですけど、それをつかめないままだと結構しんどいので、確かに手応えをつかむっていうのは、もっともっと真剣に考えてみてもいいんじゃないかなと思います。で、手応えをつかむっていうとですね、これ大事なことは何かっていうと、これジタバタするというのが非常に大事なんです。まあ試行錯誤っていうと、いい言葉になるんですけど、まあとにかくジタバタするのがめっちゃ大事なんです。要は同じような、例えばブログをずっと書いていて、同じような記事ずっと書き続けても、うまくいかないんですよ。それなぜかって言ったら、この記事自体がうまくいかないような記事だったら、そのうまくいかない記事をどんだけ積み重ねたって意味ないじゃないですか。意味ないでしょ。だから、その中には、いろんなパターンを混ぜていかなきゃいけないんです。だから、例えば、自分の限られた時間の中では、例えば、このぐらいのクオリティでしか今まで書けなかったけど、でもこのクオリティだったらあんまりうまくいかないんじゃないかな。じゃあ、今までみたいな書き方ではなくて、もっと別の書き方をして、めっちゃ非効率で、この書き方だったら全然記事数増えていかないけど、めちゃめちゃ時間使って、とりあえず1記事、今までとは全然違う作り方をしてみよう、みたいなことですね。そういうことをしてみる。そしたら今までのやり方でうまくいかなかったかもしれないけど、こっちのやり方をしてみたらめっちゃ時間かかるし非効率だけど、あれこれちょっと今までより反応違うぞみたいなのが出てくるかもしれない。そしたらじゃあ今度は、あ、じゃあこっちのやり方をもっと効率よくやるためにはどうしたらいいんだろうっていうふうに考えてやっていくと。そうするとちょっとずつ、こう、自分の中でね、手応えみたいなのを感じられるようになるんじゃないかなと思います。はい、最近ね、よく紹介してますけど、例えばこれとか、うちで、やってる丸投げできるブログ代行サービスハンドプラスっていうところで作っている記事なんですよ。依頼を受けたお客さんのところにうちがこういう記事を作って納品するみたいなことをやってるんですけど、例えばこの記事と比べて自分の記事のクオリティが低くないかっていうことですね。この記事ってあくまで下書きの記事なんで、この記事が僕は言ったら稼げる記事の基準というか最低レベルみたいなもんだと思ってます。これよりクオリティ低くなるとやっぱりどうしても稼ぐのが難しくなるし、これよりもクオリティ高くなると、まあ、稼げる可能性が結構高くなると思っている。まあその基準になるぐらいの記事なのかなと思うんですけど、自分が書いてる記事が少なくともこの記事よりもクオリティが圧倒的に低いと思うんだったら、やっぱりその記事を積み重ねていっても難しいので、まあどうしたらじゃあこの記事を書けるようになるのかっていうのを考えて、少しでもこういう記事に近づけるようにやっていかなきゃいけない。まあその方法はいろいろ様々で、例えば、それこそ自分でできないと思うんだったら、うちのブログ代行サービスみたいなところにお金を払ってもらって、依頼してもらうのも一つの手だし、あとはもう一つ、うち SEO ライティング実践講座っていう文章力を鍛える講座みたいなのもやってて、そういうのも、こういう記事を作るための、要は指導みたいなのをするんですよ。まあ記事書いてもらって、それの添削をして、こういう記事を作れるように、教えてる講座なんですけど、そういう講座を受けてもらうとか、あとは別にお金を払うっていうのが全てじゃなくて、そのいろいろね、インターネット上にはこういう記事山ほどあるので、そういうのを見て、そのどういう風にしたらこういう記事に近づけられるのかっていうのを見ていくっていうのでも別にいいと思うんですけど、はい、だからまあこういうのを作れるようにしていかないとなかなか成果っていうのは出ないので、なんでこういうのを作れるように少しでもこう試行錯誤してジタバタするっていうのが結構大事。ジタバタしていますか？同じような行動ばっかり続けていても、それは同じ結果しか出ないので、それは気をつけてほしいなと思います。と、物販アフィリで月50万円超えてきたんですが、Amazon アソシエイトや楽天アフィリエイトでは、極端交渉できるものでしょうか？これできないですね。結論は。できないはずです。はい、中谷さんのおかげで2年でここまで来れました。ありがとうございます。いや、すごいです。普通に。すげえです。まあ、僕のおかげもちょっとぐらいあるかも。0.1 ミリぐらいあるかもしれないけど、まあ、ほぼ自分の努力の、あれだと思ってもらっていいかなと思います。まあ僕はあくまできっかけに過ぎないんでね、それをどういうふうに扱うか、僕が、まあ YouTube とかでめちゃくちゃ情報出してるし、生配信とかでもいろいろとちゃんと答えてるんですけど、でもそれでみんながうまくいくわけではないので、やっぱりそれをどういうふうに扱うのかっていうのは受け取った側に委ねられてしまうので、だからそんなにね、物販アフリで月に50万、めっちゃすごいと思いますよ。だからそこまでの成果を出せたっていうのはもう自分が頑張ったということで、まあぜひね、これからも伸ばしてほしいなと思います。ただ、Amazon アソシエイト楽天アフリエイトは特段交渉とかないかな。いや、わかんないけど、ないはず。昨日の ABC でひとりさんの配信で後半時間が余り、運よく記事を見ていただきました。その記事で何を改善すべきかなど優しく教えていただけてとても嬉しかったですと。見やすさはかなり見やすいとお褒めの言葉をいただきました。ライティング力まだまだなんですが、見やすさや装飾にはこだわっていたんですが、褒められてとても自信になりました。ABC オンラインを運営してください。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。所属していただいて。もうこれはね、完全に棚からぼた餅。棚からぼた餅って言葉合ってんのかな？
まあ、ABC オンライン運営してるんだけど、その添削したのは人手さんなんで 僕は何もせずとも感謝されるっていう最高の状態ですね。最高のパターンですね。そういう人をどんどん増やしたいですね。北原さんの動画を見ていて、中地さんのブチギレも見てみたくなりました。コンサルや中古ドメインについて聞いてくる初心者にブチギレていただけないでしょうか。いやー、難しいっすかね。なんかあれって、そのね、北原さんがブチギレてるのって、結局、あそこまでのストーリーがめっちゃ僕はあると思ってるんですよ。そのストーリーって何かっていうと、結局、じゃあ本気で人生変えたいですって言ってる人たちの中から、その3年間逃げないで頑張ります、死ぬ気で人生変えますみたいな人たちが集まって、その報告会みたいなことをやってる中で、結局他の人が発表してる時に、受講生の人がね、その自分で喋り始めちゃって、それにブチ切れてるみたいなストーリーがあるんで、別にコンサルとか中古ドメインについてくる、聞いてくる初心者にブチ切れる理由ってないんですよね。それただのやばい人じゃないですか。だから、ブチ切れない。普通に。ただ、同じような状況になったら、普通に切れる可能性はある。全然。わかります？この違い。ただ、質問されて、くだらない質問をされてブチ切れるのは、ただのやばい人。でも、あれは、ちゃんとそういうストーリーがあった上での、その怒りみたいなやつなんで、やっぱそこは全然違うのね。だから、シチュエーション次第ですね。うん、だからそういう意味では、北原さんすごいなと思いますよね。北原さんっていうのは、その、年商50億円。まあ、美容室を全国展開とかしてたりする社長さんで、まあ、YouTube とかもね、まあ、うちよりも登録者ちょっと多いぐらい、インスタとか、そういうのも結構やってる方なんで、まあ、知ってる人も多いかもしれないですけどね。まあ、その人の YouTube の話ですね。北原さんって人の動画見ました。うーん、微妙です。怒るのはわかりますが、あれじゃ暴力です。昭和かと思いました。私は他の動画見ようとは思いませんでした。甘いですかね。まあ、人によるんじゃないですか。だから別に、それはそれでよくて。だからさっき言ったみたいなストーリーがめっちゃあるんで、その何もない中であの人たちに怒ってるわけじゃない。ただのセミナー受講生に対して怒ってるとかではなくて、本気で人生変えたいです、そういう厳しいこと言われても逃げませんみたいな誓いを立ててる人たちなんで。だから別に僕はいいんじゃないかなと思いますけどね。それ北原さんも動画の中で言ってると思いますけど、お客さんじゃないから、弟子だからっていうことを言ってたと思うんですけど、まさにそうです。だから前提条件があるので、そこの前提条件の違いっていうのは、大事かなと思いますね。SEO について3月19日にチャット GPT のプロンプト試行錯誤して記事書いたら一晩で8位になりました。今朝見たら5位になってました。嬉しいんですけど、月末くらい何か Google アップデートありました？ありました。月末っていうか、3月めちゃくちゃアップデート来てますね。まあ、その影響の可能性はありますね。先日転職の面接を受けてきました。その中で人の仕事は AI にとって変わると言われていますが、10年後にはどうなっていると考えますかという質問がありました。中西さんは10年後どうなっていると思いますか。ちなみに人材派遣業界です。まあ、変わる部分もあれば変わらない部分もあるという月並みな回答でしょうか。そのただ機械的な作業みたいなのは多分 AI で全部取って代わられるけど、その人と人なんで、どこまで AI が発達したところで、その人間同士のコミュニケーションみたいなのにならないですよね。AI と酒飲んだりできないんで。だからそこの部分っていうのは残るんじゃないかなと思います。まあ逆に言えばそういうことができない人ってのは結構しんどいかもね。いつかの動画で視聴者さんが GPT でのプロンプトがうまくいかないという質問に対し、GPT に直接聞いてみるのがおすすめと言われていたのをふと思い出し、ここ数日 GPT に相談しながら一緒にプロンプトを考えていました。改良を繰り返した結果、それなりにいい GPT 図を作れました。特にタイトルや見出し構成が苦手だったんで効率よく作れました。自分の手でも改良しながらいい記事を一つずつ書けるように頑張ります。頑張ってください。そうですね。なんだろうね。みんなやっぱ AI の使い方とかいろんなものが下手だなとは思いますよね。なんかその悩んでることあるなら、なんで AI に聞きゃいいじゃんと思うんですけど。まあそれも発想次第というかアイデア次第なのかなという感じですよね。ね、どうせ使ったってただなんだから、一発困ったら、とりあえずチャット GPT とか AI に投げるっていうのを癖にしてもいいかもね。何かを発表する前とか、何か資料を作ったらそれを AI に見せてみるとか。それで何も見つからなくたってマイナスにはならないし、何か見つかったら全部プラスなわけなんで。最近チャット GPT の細かいアプデ情報すごく多いですね。でも今クロードがいいので、GPT4.5 か5が来るまでには、来るまでは結局私はこっちを使いそうです。そろそろ新しい GPT モデル来てほしい。まあどうですかね。来そうな雰囲気もあるけど、来なさそうな雰囲気もある。まあでも GPT-5 とか、まあ4.5か5が出る前に空リリースされるんじゃないかなと思いますけどね。まあでもどっちがリリースされるにせよ、すごい、また革新的なものだと思うので、楽しみではありますよね。そう、最近ね、GPT-4 クロードに押されがちなんで、クロード3オーパスがめちゃくちゃ出来がいいので。ワードプレスの有料テーマで今おすすめのものってありますか？コクーンしか使ったことなくて、今いろいろ調べてるんですが、案件でおすすめしてるのが多くて、メリルですよ。うちが作ったテーマでメリルというのがあるんで、それ買ってください。まあ、案件でおすすめしてるって確かにそうですね。まあ、多分スウェルが圧倒的におすすめされてるんですけど、まあ、やっぱりアフィリエイト案件のスウェルぐらいなんでね。まあ、ジンもうちも、サンゴも多分アフィリエイトないんじゃない？だからワードプレステーマほとんどアフィリエイトないんで。だからその辺やる人は当然そんなのをお勧めしてもお金にならないからね。
もちろんいいテーマだったらお勧めしてる人もいると思いますけど、普通に案件だから押してるみたいなパターンはめっちゃあると思うんで。まあでも僕は自分で自社でテーマ作ってるんで、それはそれが一番おすすめです。別に他のテーマがダメなわけじゃなくて、うちがただただおすすめなだけ。精神と時の部屋の受講生ですかね。てか、それで言うと、精神と時の部屋の受講生の中でもなんですよ。精神、なんで俺が北原さんの説明してるのかわかんないけど、精神と時の部屋の受講生の中で、その中でも、もう北原さんから直接学びたいみたいな、でも3年間逃げません、逃げない代わりに本気で必死にやります、どんな厳しいこと言われてもやり取りますみたいな誓いを立てた人が弟子ですね。まあ、それで言うと、僕も精神と時の部屋入ってるんですけど、だから月2万円なんですよ、精神の時の部屋自体が。北原さんのやってるコミュニティね、オンラインサロンみたいなものが。なんですけど、その子ね、プラスアルファで弟子になってる人ですね、その動画の中で怒られていたのは。だから、そんだけ人生変えたいって言ってきてるのに、そういうのはどうなんだっていうのは、まあまあ、至極真っ当かなとは思いますね。まあでも、賛否両論ありますよね。あんなに怒る必要ないとか、一発怒ってそれで終わりでいいじゃないかっていう意見もあるし、まあよく怒った自分でも怒るとか、いろんな意見がある。まあそういう意味で、まあ非常にいい動画だったんじゃないかなと思いますね。YouTube やってる身としては。はい、この賛否両論ある感じが、やっぱり再生数伸びるんでね。そう、シチュエーションが違うかな。ヒカルさんの動画もたまに見ています。コンサルの動画も上げられているみたいなので、その動画にはお弟子さんが出て、ルーみたいです。北野さんの動画おもろいですよ、普通に。あのフォーマットマジで最近増えてるなと思う。 なんか僕が一時期対談めっちゃやったんですけど、その時は結構対談のやつが増えたんですよね。だからズームつないで対談するみたいな動画めっちゃこの界隈多かったんですけど、最近北原さんのやつが当たってるから、北原さんのフォーマットめっちゃ多いと思う。まあ要はその2人で席についてそれを取って相談を聞いて答えるみたいな感じ。あと、そのフォーマット、北原さんフォーマットと、あとは令和の虎ね。令和の虎マジで多い。令和の虎みたいになんか志願者みたいな人が出てきて、なんか5人ぐらいで並んでやるみたいなのもめっちゃ多いなと思う。なんかそういう流行りもんに乗っかるのも大事だと思うけど、まあでもあれね、真似したところでね、それで伸びるわけじゃないからね。まあそのフォーマットとしては使えるかもしれないけど、いろいろと中で試行錯誤しないといけないんで。チャット GPT を秘書的に使えばいいのか。そうですね。そのイメージで間違いないかな。骨伝導マイク付きイヤホン買って常に相談してみるといいかもですね。そうですね。全然いいと思う。まあ、チャット GPT っていうか、あれでもいいと思うけどね。最近、コトモってやつがすげえ話題で、僕も一回 AI ニュースかなんかで取り上げたんですけど、めっちゃ自然に会話できるやつがあるんですけど、やっぱレスポンスがめっちゃいいんで、チャット GPT だと割とレスポンス待たなきゃいけなかったりするんで、なんかそういう AI 使ってやると面白いかもしれないですね。マジで普通に会話してるのと変わらない。多分言わなかったらほとんどの人が AI だって気づかないと思うんですね。なんかちょっと違和感あるかなぐらい、発音に。昨日のアーカイブで中地さんのエイプリルフールへのスタンスを聞きほっとしました。罪のない嘘なら OK と思いますが、受け手目線で罪がないのかと考えてしまいます。まあそうですね。そうそう。まあ何の話したか全然覚えてないけど、まあでもエイプリルフールがそんなに好きじゃないっていうことで、まあでも好きじゃないんですよ。やっぱり昨日見ててもやっぱり好きじゃないなと思っちゃいました。なんか面白くなくないですか？エイプリルフールって楽しいの？みんなあれ。なんか騙されたやつもいくつがあったし、え、マジって思って調べたら全然そんなことなかった。なんかチャット GPT 関連、オープン AI 関連もなんかあって、え、マジかと思って調べたら全然なかった。なんか GPT4.5 か GPT5 出るみたいな、出たみたいなことがあって、マジかってめっちゃ期待してみたけど、全然公式そんなこと言ってなくて、なんで嘘かってなった。なんだろうね。何が好きじゃないのかって言われたらわかんないんだけどな。まあ、明らかにもう嘘ってわかるようなものは別にいいなとは思うんですけどね。それが本当だとは思わなかったりするから。有名人のエイプリルフールに騙されて落ち込みました。本人も反省のエクスポットしてましたか？なんかね、それが鬱陶しいと思っちゃうんだよね。いや、わかるじゃん。そう思っちゃう。反省するぐらいなら最初からやんなよって思う。なんか、エイプリルフールだから別に謝んで悪くねえって言うなら別にいいんだけど、いや、わかるじゃんみたいな。それがどうなるかぐらい。大人だから。エイプリルフールだからとか。ダメですね。やっぱり好きじゃない。別にそれをやってる人のことはどうこう思わないけど。なんか自分はやろうと思わないし。すっげえ楽しいものがあったら別に嬉しいというか楽しいなと思うけど。まあ、そんなの見ることもないからな。なんかすごいほんまにしょうもないものしか見ない。え、なんかすごいのあった？ちなみに、エイプリルフールで、X の投稿でも何でもいいけど。そんなこれめっちゃおもろいやみたいな。これはもう、エイプリルフールの価値があるというか、エイプリルフール文化あってよかったみたいな。いや、ほんまに一個も思いつかないんだよな。自分もチャット GPT4.5の嘘でエイプリルフール嫌だなと思いました。わかりやすいようにしてほしいし、ああいう偽情報を敵に流すのはやめてほしい。まあそうね。それはマジそう。いやでもしないでしょ。まあでもあれもなんかね、シャープエイプリルフールとかってつけるようにした方がいいよね。シャープじゃない、ハッシュタグ。
ここ最近チャット GPT の不具合多いですね。法人のお客様の作業を GPT で作ってあげようとしたのですが、不具合あると説明も大変で、まだまだ AI に理解ある人少ないような。まあそうですね。だいたい AI のことわかりませんっていう人は AI に理解ないんでね。エイプリルフールの嘘嫌いです。大地震の投稿にめっちゃイラッとしました。はい、そんなあるんだ。それは良くないね。もう一度、さっきのチャット GPT より反応が早いやつの名前教えていただけませんか？反応が早いやつってなんだ？なんかそんな話したっけ？クロードかな？反応が早いやつって言われたら最近グロックチャットを思い出すんだけど。まあでも、この配信ではそんな話してないもんね。オープン AI が日本にアジア拠点ってのもエイプリルフールネタだと思ってたんですが、今調べてみたらもしかして本当ですか？え、俺それ本当だと思ってる。嘘なの？あれ。許さないよ、サマーアルトマン、そんな。え、本当のはず。まあ一応ブルームバーグが報じてますね。東京オフィスを開設するということで。これね、めっちゃいいよね。これはめっちゃいいよ。これはもう日本語をどんどん鍛えていかないと。やっぱ日本語の精度低いから。やっぱりオープン AI 的にも日本の市場ってでかいと思うんで、かなり。これで日本の AI が進化したら、ね、もしかしたらチャット GPT、まあ GPT4.5 はさすがにやるかもしれないけど、5とか5.5ぐらいに日本語の精度爆上がりするかもしれないんで。まあそれかもしかしたらね、日本語を追加学習したようなものが現れるかもしれない。そうなったらめっちゃ強いよね。この前、イライザがラマ2を改めて日本語で追加学習したやつが出てて、それの精度結構高かったんですけど、結局ベースになってるのラマ2なんですけど、オープンソースなんで、ラム2使ってるんですけど、当然オープン AI が鍛えてくるときは GPT-4 とかをベースにやってくるはずなんで、そしたらそれはそっちの方がめっちゃいいものになるっていうのは間違いないと思うから、そういう意味ではめっちゃ期待してる、個人的には。エイプリルフールだったら許さない。許さないから何ができるわけじゃないけど。あ、中古ドメインの動画めっちゃ良かったです。ありがとうございます。全然回ってないけどね。やっぱああいうネタみんな嫌いなんだって思った。嫌いってか興味ないんだなと思った。いやでも刺さる人がいたんだったらよかった。頑張って作ったのに。お、中古ドメインの動画バッサリ切っててさすがと思いました。学びます。ありがとうございます。あ、刺さった人が。昨日の動画めっちゃ刺さりました。再生リストに入れました。マジか。そんなにか。あ、じゃあよかったな。あの動画めっちゃいいと思うけどね、個人的にも。やっぱああいうのってすごい大事な話だと思うんだけど、でもやっぱああいうのは刺さらないんですよね。ああいうなんか本質的というか。なんかそれよりもブログで稼ぐ方法とか。SEO 対策の方法とか、やっぱそういう方が刺さるんで圧倒的に。どうしてもそういう動画になりがちなんですけど。まあでも本当にね、そういう、そもそもなんで中古ドメインをおすすめしないの？とか、そういう話の方が本当は大事で。それを知ってると、なんかこう変な方向に進んでいくみたいなことがなくなったりするんで。まあそういう意味では、まあ昨日の動画とかね、ぜひ見てほしいなと思いますが。まあよかったら昨日の動画を。めっちゃ刺さった人や、再生リストに入れてくれた人もいるような動画ですので。長谷さん、こんにちは。初コメントさせていただきます。ありがとうございます。ゼロ知識からブログ始めて1年。今は約4万円ぐらいの収益です。すごいやん。長谷さんの動画を見て、クラウドワークスでライターで学びながらスキルを身につけました。このままコツコツ頑張っていきます。有益な情報ありがとうございます。すごい。おめでとうございます。ゼロからブログ始めて1年でしょ。しかもクラウドワークスでライターで学びながらスキル身につけて1年で4万円でしょ。めっちゃすごいと思う、普通に。対談動画見返してました。対談した方々のその後が気になるんですが、需要ないですかね。需要はね、ないね、基本的には。すっごい有名になった人とかがいれば別なんですけど、やっぱそうじゃない人が多いというか、仮になんかその人がすごい稼げるようになったとしても、まあそういう人がどれだけいるのかっていう話と、そんなに稼げるようになってもみんな他の人が稼げるようになった、そこまで興味ないじゃないですか。まあそれがどういうふうに稼げるようになったみたいなのがあれば、興味あるかもしれないけど。だから基本的にはね、その後みたいなのは再生されないんですよね。今までも何回かやったことあるんですけど、改めて2回目対談出てくれたりとかした人もいるんですけど、基本的にはね、需要ないですね。なんかもう別に1回目でそれでいい。まあ全然ダメだった人がめっちゃ稼げるようになったら別だけど、ただそういう人を探すのは大変なんで。まあわかんない。そういう人もいると思いますけど、売り上げめっちゃ上がってるパターンの人もいると思いますけど、みんながみんなね、売り上げを教えてくれるわけがないんで。の、ハンドプラスの納品まとめてですか？1記事ずつ順番にですかっていう感じなんですけど、5記事ずつですね、基本的には。まあその辺っていうのも絶対5記事かって言われたらそんなことないんですけど、5ずつ納品って感じです。まあ体制ができれば10記事ぐらい納品することはあるかなと思いますけど、一気に。まあでも基本的には5記事ずつだと思って問題ないです。まあそんなにね、例えば仮に100記事依頼されてるって100記事一気に納品されても困るじゃないですか。そんなに一気にさばけるわけでもないので。なので元々はまとめて納品のつもりだったんですけど、
まあ、申し込み数もね、多くなったり、まとめてになるとすごい待たせちゃうことになるんで、順次納品にしようということで、順次納品に今はなっています。長井さんの皆さんに対する向き合い方が素晴らしくてグッときました。そうでしょう。そうなんですよ。長井さん優しいなと思います。そう、そんなに言われるとちょっと恐縮しちゃうけど。いや、結構本気で応援してるんだよ。僕は。別にね、こんだけやっててさ、悪くなってほしいなんて思うわけはなくて、それは全員が全員うまくいくんだなんて思ってないけど、でもそれでもね、できればうまくいってほしいなと思って、ちゃんとその動画を撮ったりとか、こういう生配信やってるんで、もちろん全部の情報が正しいとか、そんなことも言えないけど、まあでも大体合ってると思うから。まあ僕はだってそれで、それなりの結果は出してて、まあ自分が飯食えて、家族がご飯食べれて、従業員にお金払って、っていうことができるぐらいのあれはあるから。だからそんなに大外れもしないと思うんで。まあなんか学んでもらったら参考にしてもらえるところはあるかなと思いますね。50記事とキーワード選定をお願いしているものです。昨日サポートの方から LINE があって、今のキーワードでは集客難しいと連絡がありました。サンプルの記事を見ても納品が楽しみです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうそう。そのキーワード診断みたいなのもしてるんですよね、うち。まあ要は既存でブログをやってる人は、その頼んでいいか分かんないじゃないですか。その無駄になるんだったら頼みたくないしって感じだと思うので、だから特典みたいなんでキーワード診断つけてて、だから、キーワード選定する前にキーワード診断して、別に今のキーワードで問題ないんだったら別にキーワード選定いらないから、キーワード選定分のお金は返します。で、下書きします。で、キーワード選定の必要があるんだったらキーワード選定しないとダメなんで、キーワード選定やりますみたいな形ですね。あ、でも基本的にはやっぱりキーワード見直す方がいいっていう人がもうほとんどですね。100人いたら99.5人ぐらいはキーワード見直した方がいいっていう感じですね。なんかこれも結構難しくて、こっちが選んだキーワードと自分のキーワードの何が違うかわかりませんみたいなんで、たまにクレームをもらったりするんですけど、まあ、で、改めて、え、マジかと思ってちゃんと見直すんですけど、いや、やっぱりキーワード選定やり直した方が良くて、明らかにこっちとこっち、元のキーワードとは違うよねってなるんですけど、これはね、申し訳ないけど、もう説明ができないんですよね。まあ、なるべくなんかこう説明用の資料みたいなのを作っているんですけど、まあその個別にっていうかね、こういうふうにキーワード選定していますっていう資料を作ったりしているんですけど、ただそれ伝えるには、その SEO だったり、検索ヒートだったり、キーワード選定みたいなところのスキルがいるんですよ。わかりますか？それを理解するためにはそこがいる。でもそれができてないから、それがわからないからできてないみたいなところなんで、まあそういう意味で、それの説明がめっちゃ難しくて。だから、言葉難しいんだけど、基本的に分からないから頼んでくれてるんで、もうこっちのやつを信頼してくださいと言うしかない。まあ、キーワード選定なんて特にもう正解がある話じゃないから、例えば僕のキーワード選定、まあ僕のやり方をうちの会社ではやってくれているんだけど、それが間違ってるって判断する人もいるわけですよ。他の人が見たらなんだこのキーワード選定はって思う人もいると思います。ただしょうがない。でも逆に言えば、そのなんだこれって言ってる人のキーワード選定を俺が見たら、多分これはこれで何これ全然ダメじゃんって言うと思う。だから、もうこれはうちに頼むんだったら、もううちを信頼して任せてもらうしかないんで、もちろん変なやり方はしないし、めちゃくちゃちゃんとやってるのも僕は知ってるんで、中でね。それはキーワード選定も下書きも全部含めてですよ。全部ちゃんとやってるのが分かってるんで。だからこの辺っていうのはもう信頼して任せてもらえたらなっていう感じですね。はい、なんで、まあキーワード診断もしてるんでね、別にそれが無駄になることもないですし、そこでまあ集客難しいってなるんだったら、やっぱりそのままで行ったら難しいんで、まあだからそれ言ったら、那覇行きの飛行機乗ってる状態ですね。まさに、那覇行きの飛行機に乗られています。だから那覇行きの飛行機に乗ったら富士山たどり着かないですよって、うちがもう首根っこを引っ捕まえてですね、もう飛行機から引きずり下ろして 無理やり富士山に向かわせるという、そんなサービスですね。代行なんでね、コンサルとは違うんですよ。コンサルは口を出すだけなんですけど、うちは代行なんで、作業を代わりにするっていう感じなんでね。ハンドプラスまだ下書き待ちですが、悩むくらいなら納品に時間かかるし、早く依頼した方がいいと思う。あ、これは間違いない。いいことを言ってくれます。非常に、もう桜みたいないいことを言ってくれるんですけど、これも本当にその通りで。結局、早いもん順なんで、もっと正確に言うと、入金した人から順に作業に入っていくんで、だから入金のタイミングが遅れれば遅れるほど、後になっていっちゃうので、だから早く申し込んだ方が、早く来ます。まあ、特に、今月ぐらいで納品される人が結構多いです。最初の納品。なぜかっていうと、ライターさんが増えるからですね。まあ、今までも言ったんですけど、結構、体制とか仕組み化とかやりながらだったんで、結構、納品とかも、こっちの想定よりも時間かかっちゃったりはしていたんですが、まあ、その辺っていうのがだいぶ落ち着いてきているんで、まあ、あとはどんどん作っていくだけというフェーズに入っているんで。まあ、だから、言ったら1ヶ月何百記事も作るわけですよ。もう言ったら1日何十記事みたいな作り方をするんで。だからそれでどんどん納品をしていってる状態なんで。まあもちろんそうなっても質が担保できるようにいろいろと体制作って仕組み化してってやってるんで。なんでまあ早く申し込んだ方がいいです。その早く申し込んだ方が早く納品される。早く納品されるってことは早く結果が出る可能性が高い。プラス、あと値段的にも安いんで、今の方が。これ予告ですけど、
いつとか、決めてないし、値上げの幅とかも決めてないけど、絶対に値上げするんで。で、頼む記事数がね、増えれば増えるほど、値上げの影響めっちゃでかくなるんで。仮にね、3000円値上げしますって言っても、3000円値上げでめっちゃでかいわけですよ。これ50記事頼んだ時に、3000円、1記事3000円で15万値上げされるんで。で、3000円って別に大げさに言ってるわけじゃなくて、全然可能性ある。3000円とかの値上げは。別に正直5000円でも値上げの可能性はある。そのぐらい結構ね、うちの工数的にも、当初の想定よりも本数かかってるんで、まあこのままだと結構、うちとしてもしんどいなっていうところがあるので、まあそれがいつとかは言わないけど、まあだから要するに早く頼んでもらう方が、それは早くできるし、料金も安いし、いいことしかないよねっていう話ですね。頑張る選択肢も頑張らない選択肢も、見ているこっちに与えてくれるところがいいと思います。ありがとうございます。いや、そうですね。いや、いろいろ考えてますね。それなりの結果が出るためにはどうしなければいけないのか、現状の厳しさをきちんと提示してくれるのが本当に優しいと思うのです。おー、なるほど。まあ確かに。うん、そうですね。まあ頑張んなきゃいけないよっていうのはめちゃくちゃ、なんていうか、頑張ってことにマジでマイナスはないと思ってるんで。結果出したいの？じゃあ頑張ったらいいじゃんみたいな。今よりも頑張れる余地があるなら頑張ったらいいじゃん。で、今よりも頑張れないんだったらもうしょうがないよねっていう。それでやるしかないから、それなりに、頑張ったらみたいな感じですね。だから1日、例えば1時間だけブログやってますみたいな人、僕は結構難しいと思うんですよ。それで結果出すのは。で、それで本人がそれを分かってやってるなら別にいいと思うし、1日1時間でも結果が出るような、なんか戦略とか工夫をしてやっていくんだったらいいと思うし、1日1時間しかやってないけど、実は3時間とか4時間できるんですって言うんだったら、じゃあやったらどう？みたいな。めちゃくちゃ真っ当なことを言ってます。まあでもそれしかないと思うんだけどな。だからまあ覚悟を決めろという話ですよ。最近よくするんですが、ちょうどね、新年度に入ったところで、今覚悟を決めると、今年中、まだなんとか結果が出るかもしれない。まだ8ヶ月ぐらいあるわけなんでね。でも、これが夏ぐらいになると、いよいよ難しくなる。あと半年でじゃあゼロから始めて結果が出るのかって言ったら、いや、これは難しいでしょってなる。だから、まあみんなね、そら、うまくいきたくて結果出したくてやってるわけじゃないですか。そういう意味では、結果出したくてやってるんだったら、じゃあ結果出せるように頑張ろうよって。ちゃんと結果を出せる人の立ち振る舞いとかしてますか？ YouTube 見てないですか？ SNS 見てないですか？その情報を取るのに見るのは別にいいんですよ。それは必要なもんだったら見たらいいんですけど、でも無駄に見るっていうのは良くなくて、それがじゃあ、無駄に YouTube 見てる人が結果を出せる人の立ち振る舞いだとは思わないんですよ。SNS とかもそうなんですけど、他のものとかね。だからちゃんと結果を出したいんだったら結果を出したい人なりのムーブをする必要があるので、ちゃんとそういうムーブができてるのかどうかっていうのはちゃんとね、考えた方がいいかなと思います。まあそのお金を使う使わないっていうのは別にして、別にお金を使わないっていう選択肢も一つだし、お金を使ってショートカットするっていうのも一つだと思う。まあうちは事業としてやってるんで当然お金をもらうっていうサービスをやるわけなんですけど。ハンドプラス依頼された方が稼げるようになった報告出始めたら、ハンドプラスの申し込み数すごいことになりそうですね。今でも多いと思いますが。ああ、まあそうですね。今でも結構申し込み自体はもらうんですけど、確かに稼げるようになった報告とか出始めたらすごいかなと思いますね。まあでもこれね、予告しときますけど、絶対増えますよ。だって増えないわけない。もうこれは絶対なんです。絶対なんです。これは、前から言ってるように、デュアルディスプレイにしたら、なんで作業効率が上がるのと同じように、デュアルディスプレイにして作業効率上がらない人は多分いないんですよ。そんな人、マジ地球上に一人もいないんですよ。デュアルにしたら効率は絶対上がる。のと同じように、多分うちのハンズクラス使って、まあ結果が出ない人は全然いるんですけど、でも絶対に結果が出る人は増えるはず。だって記事書けてなかったところが、さっきのこういう記事がさ、何にもしなくたって届くわけですよ。こういう記事がね。いや、そりゃさ、書けてなかった人とかさ、この記事よりクオリティ低い記事しか書けてなかった人にさ、この記事が行くんだったら、それは稼げる確率上がるに決まってる。まあ、それで稼げるかどうかとか、そんな話はまた別。結果が出るかどうかは別ですけど。でもそれは絶対に自分一人やるよりも成功率は上がると思うから。だから全然あると思う。まあ、で、話戻るけど、結局、そうなった後になると、じゃあそこのタイミングで、今は結果出るか分かんないからやめとこうって人めっちゃ多いと思うんですよ。多分ほとんどの人がそんな感じで、うちの LINE に登録してるけど、メッセージとかね、もらってない人もめっちゃいるの。もう言ったら5人に1人ぐらいしかメッセージもらってないから、多分うちのそのハンズプラスの相談用の LINE って1000人以上登録してくれてるんですけど、でも実際に相談もらってるのって200人ちょっととか、そんなレベルなんですけど、じゃあ結果が出始めましたみたいな。まあその辺っていうのもちゃんと集めようとは思っていて、うちのハンズプラスに頼んで、その結果出た人教えてくださいみたいなのはそのうちやるんですけど、まだね、やり始めたところなんで、納品とかも、ね、まだサービス自体が始まったところなんで、そんなに声上がってきてないし、取ることもしてないんですけど、でもそれが上がってきた時に、あ、じゃあ本当に結果出るんだ、申し込もうって思ったら、それはみんな同じことを思うわけなんで、当然、納品されるまでのスピードも遅くなりゃ、値段も上がるしかないので、まあだからそうなるよりは、早めに申し込んどいてもらった方がいいかなとは思いますね。まあでもその辺ももう任せる。全部を。仮想通貨でも同じじゃないですか。
結局仮想通貨みたいなのが安い時に買っておいた人っていうのは今でね、億り人みたいな人がめちゃめちゃ出てるわけなんですけど、億り人みたいな人がめちゃくちゃ出だしから、あ、本当に上がるんだって思って買って、でも結局儲けられませんでした、借金背負いましたみたいな人って結構いると思うんですよ。まあ割と同じなのかなと思うんでね、その参入のタイミングみたいなのは、見極めみたいなのはしてもらいたいなと思いますね。まあそんな今更 YouTube4 年間やってさ、こんだけ生配信やってさ、そんな変なものをやらないっすよ。そんなのやるんだったらもうとっくにやってるから。わざわざこんなに頑張ってそんな変なサービスリリースしてなんてやる意味がマジでないから。本当にないから。ヒリンクって質の悪いヒリンクをもらった場合、SEO などにマイナスな影響ってあるんですが、そのヒリンクを拒否または削除することは可能なんですか？可能ですよ。マイナスの影響あります。まあ、あると思っていい。拒否することはできます。サーチコンソールでリンクの否認っていうのができるんで、それをやったら拒否できます。コンサル、乗る飛行機を教える。ハンズプラス、正しい飛行機に乗せるって感じかな。まあ、そうですね。そんなイメージ。年初、土地始めにブログ頑張ろうと思っていましたが、正直3月に入って気力が落ちていました。中西さんの新年度を機にという言葉を聞いて頑張ろうと思います。いや、頑張った方がいいですよ。そんな、年始めにブログ頑張ろうと思って3月に気力落ちるっていう場合じゃないですよ。ダイエットする人でももうちょっと頑張るから。やっぱね、ダイエットって難しいと思うんですけど、でもお金稼ぐっていう方がダイエットより多分10倍とか20倍とか難しいんで。だから、まあ、やりたいと思うんだったらね、別にそこまでブログで頑張ろうとかって思わないんだったら別に全然いいんですけど、なんか頑張りたいと思うんだったらですね、頑張ってほしいなと思います。まあ、これは頑張れって言うしかないんだ、みんなに。まあ、うちもいろんなサービスを提供してるから、もちろんそういうのに申し込んで、くれるのはありがたいし、そういうふうな頑張り方もできる。だから、うちに、例えば下書きとか、そういうのも、ね、発注してくれてね、うちと一緒にやっていくっていうのもありだし、そういうお金がないからもう自分一人でめっちゃ頑張るとか、その選択肢だって別にいいと思う。なんだっていい。まあ、要は、成功率を上げるために動こうねっていう話ですね。チャンネル登録よろしくお願いします。